ちょっと変わった我が家の教育方針。北海道札幌市七七三のちょっと変わった我が家の教育方針。我が家では晩ご飯も食べたし、健太、しりとりやるか。しりとりをするときに、しりとりの理、輪廻転生、インターネット、ブブー、じゃあ茨の道。おお、よく知ってるな。オッケー。勉強のために少し難しい言葉限定でやらなければいけないこと。宮城県渡里郡ひこっちさんのちょっと変わった我が家の教育方針。我が家では、じゃあ二人とも通信簿出して。通信簿をもらってくると、じゃあ勇気からな。はい。国語3、数学4、音楽2、体育5。よし、以上。どうかな。合計は2800円です。やった。成績に応じてお小遣いの金額が決まること。ということで、ちょっと変わった我が家の教育方針。